こんにちはのぶです、えー、今日はね、えー、結構、えー、マニアックな重要な話になってきます。えー、これはね、えー、この写真を見ればお分かりでしょう。超一流ですね。まあ、ウェーブの世界で名だたるチャンピオンですよね。で、一番上がね、えー、なんだ、マルシュ・ブラウン。でこの前、こう今回かな、えー、ウェーブのチャンピオンになりましたね。総合チャンピオンになりましたよね。これはヨーロッパでも勝ってるし、えー、いろんなところで勝ってますね。うん これはあのー、ゴヤセールにゴヤボードね。で、下が、いわゆるずっと知れた、リーバイ・スサイバーですね、これね。クワトロのボードにゴヤセールと。で、一番下がね、えー、最近ヨーロッパの大会で優勝したのかな。うん。これはリカルド・カンペロだよね。うん。あとね、まだもう一人ね、ものすごいね、えー、フィリップ・コスターってのがいますよね。まあ、あの、その写真はなかったんで、ちょっとね、えー、それは乗っけなかったんだこのね、えー、3人、超一流です。 でこの超一流の形を見るだけでうまくなるって話なんですよ。そう。もうこれ共通してるんですよ。みんなやってること全て共通してるんですよ。形が。これを見る。 うん、腰の位置だったり膝の使い方とかね。まあこういっぱい写真があるんでね。まあそういう細かいのね、いっぱいこういろんなのを見れば、もう全部共通してます。形はみんな一緒です。一瞬一瞬の形全部一緒です。ボトムターンもそうだし、ジャンプもそうだし、フォワードもそうだし、バックループもそうだし、ほぼね、一致してます。で、もっと細かく言うと、えー、膝の向きとかさ、マスト、マストなんかね、まああの、ブーム持つ手なんかすごい分かるんブーム持つ位置とかさ。 もうこれも全部共通してるんですよ。で、今回ね、えー、お話しすることっていうのはまあね、あの、いっぱいあるんだけども、今回一つに絞ります。これ何かっていうと、マストデの位置に絞っちゃいます。いいですかマストデの位置。これ見てください。これ大きくすると分かりやすいのかなちょっと大きくしながらね、ちょっと見てみましょう。まずね、えー、マルシオブラウンね。これ見てください。マストデの位置。 もう、ハーネスのラインが狭くてさ、真ん中についてるよね。だから多分一般の人よりちょっと後ろめについてると思うんですよ。そこの、ハーネスラインの位置をマストデが持ってるんですよ。これ見れよく見てください。わかりますこれよーく見てくださいね。ちょっとね、ボケちゃうけど。ここなんですよ、持ってるのは。いいですかこれ見るとわかるよね。で、続いて、ここ。ここもここなんですよ。で、もうね、ちょっともう少しこれ見てみよう。 ほらここもハーネスラインのとこ持ってるんですよ。ねわかりますねでは、こう、リーバイ上はどうかって言ったリーバイもそうなんですよ。ハーネスライン。これもそうです。で、これもそうです。ハーネスラインがいったら、その真横だよね。 多分一般の人が見たら、ええー、そんなとこ持ってんのって話なんですよ。それじゃマストで疲れちゃってどこにもなんねえなって話をしてると思うんですよ。俺持てねえよって多分言ってると思うんですよ。うん。でもこれはなぜ持てないかって言ったら体の奥軸の位置が違うだけの話なんですよ。これを持てる体の軸の位置が来れば、もう全然問題ないんだよね。持てんねえねって話なんだよね。 うん、でこれでね、えー、これでね最近、えー、ウェーブでメキメキ上達とかねかなりこトップクラスに入ってきてる一流の部類に入ってきてるのがリカルドねリカルドカンプルも一緒マストの持つ位置これも見てもらえば分かるけど1ねこれもそうですみんな一緒なんですよ <laughs> 分かりますこれがね何を示すかって重要だってことなんですよでもこれね私はもうちょっと言ってるんだけども 日本のトッププロでもここの持つ位置マストでここまで持ってる人はそんなにいないんだよねまあフリースタイルの中では多分いいフリースタイルのはセールのね裏かず入れたりするんでちょっと動くこともあるでもこれをしっかりと使いこなして分かって使いこなしてる人は多分いないんですよでこれさブーム手に関してはスライドして広く持つといいよねまあキースタブルなんかそうだけどブーム手めちゃくちゃ広いよねそれをみんなスライドして持って リオネッて話はしてますよね。でもマストでの話って言っ出てこないんですよ。実は超一りはマストでもスライドさしてるんですよ。スライドさしてる。だから近く持ったり離、離れたりというのを使ってるんですよね。これね。だからブームってと、まず、だからこれはどういうことかと、軸を移動するってことなんですよ。もっともっと軸を移動しやすくするんですよ。わかります体の軸を。 あとは、これがうまく使えると、セールのパワーポイントも、前、後ろに自由自在に使えるんですよ。ということ。だからこれがね、すげえ重要で、まあ、ある程度うまくなってきましたと、ブーム手広く持って、スライドでブーム手広く持てるようになったと。ね、で、こう、ブーム手広く持つっていうのは、これは引き込みじゃないんだよね。 勘違いしてる人いるけど、ブーム手広く持つのは引き込みが重要だからブーム手広く持つんだよって、じゃないんですよ。これはブーム手広く持つ理由は、一番の理由っていうのは、内径を取るためなんですよ。これ勘違いしてる人がめちゃくちゃいるんでね、ちょっとこれ強く言ってきます。ね、今聞いてさ、あそうだったっけってね、こう思い出してる人もいるんだと思うんだけども、ブーム手を広く持つっていうのは引き込みじゃないんですよ。一番重要なことは。内径を取るために、ブーム手っていうのは広く持つんですよ。 今のセールっていいから別にブーム手広く持ったからって引き込みがどう残るんじゃないんですよ。セールのパワーポイントしっかりしてるから重心の位置で全然低めるわけよね。うん。だから後ろ手離しててもさ、ブーム手は引き込めるわけだから。そんなの関係ないんだよね。内径を取るためのブーム手の引き込みなんですよ。だから広く取るってことね。で、それがマスト手にも関係してくるってきてることなんですよ。これどういうことかね、ちょっと説明してみましょう。ね。 まあ、体の軸を動かすっていうのはね、えーね、可動範配慮が広くなるからね、広く持てば持つほど後ろに行くわけだからね。で、これなんかね、えー、いい例としてちょっとお話ししおくとさ、いい例っていうかさ、ほら、これが性能のパワーポイントここですよね。あ、ちょっとこう、ちょっと広がっちゃった。うーんと、拡大しちゃったからね、ちょっと書きづらいな、これな。で、性能のパワーポイント、ここ。で、腰の位置、ここだよね。 これ完璧に後傾でしょ後ろ足一本でしょこれを、実言うとセールを前に出すことによってセールのパワーポイントノーズを抑えるんですよ、これね。腰は後ろでカーンと思いっきり蹴って蹴飛ばして、もうスプレーめちゃくちゃ上げて蹴飛ばしましたと。そうすると普通だったらノーズが上がっちゃうと。ね。そしたらさ、セールのパワーポイントをクッ前に出して、抑えちゃえばいいね。 だからこれは完璧なウィンドサーフィンなんですよ。サーフィンじゃないんだよね。もうテールに怪獣がかかって、めちゃくちゃテールに沈めでギャーンと思いっきりスプレー上げて、普通のノーズがね、上がっちゃって、ブレーキかかって終わっちゃうのに、それをセールのパワーポイントで押さえてる。だからセールとボードをうまく使ってるんですよ、これね。これは3点の模索、セールのパワーポイント、ボードのポイント、体のポイント、これをうまく3つを融合させてるんだよね。これが超一流なんですよ。だからマストでっつうのは重要。で、これでさ、 マストデがさ、もしさ、えー、こっちの近くに持ってったとしたら、思いっきり手を伸ばしても、ここの位置に前に行っちゃうわけよ。使いこなせないんだよね。せっかく後ろ足後ろに体重残しておいて、思いっきり蹴っ飛ばしてんのに、ね、その使えない。ということ。 それね、えー、これ、地下、だから離,離らしてもって言ったらそう,そういうことなんですよ。ということはどういうことかっていうと、言いたいことって、性能のパワーポイントを自由自在に動かしてるってことなんですよ。前に出してる、人だ出してる。そのカードの範囲がめちゃくちゃ広がるって話なんですよ。後ろに体重残しておいて、性能のパワーポイントでうまくボードをコントロールしてるってことなんですよ。で、これはかなりのテクニックなんでね、これは難しい話です。だから今ね、もしあなたがやるとしたら、やらない、やんないかもしれない、これはね、まだね。 そうだったらまだね、トップターンに関しては前足荷重でしっかりやった方がいいよねっていう話なんでね。で、この形見てもね、だからこの形もね、結構ね、トッププロ見るとはみんなねこのこの、この形してる人が結構いいじゃん。ほら、リーバイもこれに、それに近いような形だね。腰の位置を残しておいて、セールだけ前出してね。セールのパワーポイント。だから、遠くを持ってるっていうのがあるんだよね。これだからね、これね、うんだよね。<laughs> そう、みんなそうなんだよね。 これもそうなんですよ。リカルドもね。リカルドもそうでしょ。腰の位置を後ろに残しておいて、ビャーンってスプレー上げておいて、セールのパワーポイントで。でもこれって、ここをしっかり持てないでもしやっとったしたらどうなるか。セール前出せないよね。だからこれはテールでぐっと沈んで、ノーズが上がって、ブレーキが上がって、キュッてやっと終わっちゃうんですよ。これが実言うと違いなんだよね。だから日本のトップブロでもこれをしっかりと使い入れてる人は、ね、やっぱりそんなにいない,い,ないわけよ。 そう。だから一発一発で終わっちゃうの。スプレーがバーンってトップターンで上がりましたと。その次につながんないんだよね。実は。で、これはマストでスライド方式なんですよ。方法。マストスライド方法。これを使ってないんですよね。だからこれはなぜかというと、この3点のポイントっていうのが理解できてないんだよね。理解できてれば、この使い方見たら、ああ、使ってんだってわかるわけよ。という話。うん。だからこれね、 えー、だからね、どうだろう、これから練習していくんだとやっぱりマストデをね、うまくスライドして、いろんな方向でね、セールのパワーポイントを使うために、スライドする方法っていうのをね、勉強していくっていうか、どん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 練習していくことが必要。ブームっていうのね、スライドして広く持つっていうのは、多分みんなできてきてるんですよ、少しずつね。これは練習してるからできてきてる。こんマストデっていう、今度は意識でしっかり、マストデに関してはね、広く持つんだよってあっ、あとか話して持つんだって話はしてる、私もずっとしてきましたね、これね。 これはのパワーポイントを考えればね、可動範囲を広げるためには絶対必要だよね。あとほら、フォワードループなんかもそうでね、後ろのさ、せいの後ろのパワーポイントね、後ろのテールの方にさ、重心持っていくわけだから。ねえ、これ、あのー、離して持たなければ、マスの近くでね、マスで持ってたらさ、分面と下がっちゃうわけよ、クって回るときに。そうすると回転変になるよね。<laughs> っていう話でしょ。うん だからフォワードなんかも見てもらうとみんなそうなんだけどもうめちゃくちゃ話してるってうそういうことなんですよ。うん。マストデの近くに手持っててね後ろの方に重心持ってったらブーメント下がっちゃうんじゃん回転おかしくなるよねって話ね。うん。その辺のコントロールの仕方ね。だからこれはそういうことなんだよね。 だからこれがね、結構重要なポイントなんですよ。これからね、う、え、ま、ー、くなる。ある程度うまくなって、しかもっと上手くなってめの重要なポイントっていうのは、ブーム手を広く持つというのはうまくなりましたと。できるようになった。そしたら次はマストでなんですよ。これ実は私ね、もうね、10年前ぐらいから言ってんだよね、みんなね。マストですげえ重要だよって話をね、まあ私の弟子なんかにもずっと言ってたんだけどもね、ブーム手できたら次マストでだよっていうね、話なんですね。 でこれっていうのは重要な話だよ。でも最近こうまたね、こう写真とか見てると、やっぱり一流は全部やってるんですよね。それもスライドさせて移動させてるんですよ。ポイント、ポイントによって。これはどういうことかというと、3点のポイントで性能パワーポイントを自由自在に動かしてるってこと。ということ。いうことなんですよ。 これがね、今回私がね、ちょっと言いたかったことということね。だからそのセール、これはなんか練習するしかないですよね。だからね、どん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 やっていきましょうと。意識してやる。無意識だと絶対できないからね、これね。意識してスライドして、ちょっといろいろと試してやっていきましょうという話なんですよ。それによってね、かなり変わってくる。うん、ということなんですね。えー、先日ね、えー、先ほどの写真が載ってた、えー、マウイの大会。 があったんでねその中でね日本のね、えー、若い子が頑張っていたんだけどもまう、あ、まいんですよでもうまいでもその一流にはやっぱりほど遠程遠いんですよ私から見てるとね何が違うのかという話なんですよでここで出てくるのがこの写真なんですね若手のねまあ多分ね、えー、日本だともうトップ超トップクラスなんですねウェーブに関してね でも、先ほどの写真と大きな違いっていうのはあるじゃないですか、これ。もう見てわかるでしょさあもう説明してるから。マストデなんですよ。ね。ここを持ってるでしょ一流の人はこ,こ持ってるんですよこれ。これで何が変わってくるか。セールのパワーポイントですよ。思いっきり写真でバーンって蹴って、その次に繋がるか繋がらないかっていうと、ね、マストデを、もしね、 ここを持ったとします。一流と同じ。さ頭の位置がちょっと後ろに来て。で、腰の位置もちょっと後ろにして。もっともっと蹴っ飛ばして、スプレーが持って、こうやって上がるんですよ。でも、ノーズが上がらずに失速しないっていうのは、ここを持ってるから、マストね、性能のパワーポイントはもっとこっちに出せるんだよね。そうすると、性能のパワーポイントはノーズを抑えられるわけよ。ね。だからこれさ、失神になってさ、 マストで全開で伸ばしてセールを前に出すって、これは分かってるんですよ。ただ持つ位置があれだから、もう全開で伸びちゃってこれもう無理でしょって。これ以上伸びないでしょって話なんですよ。伸びちゃってるからね。だからここを持てばですよ。もっと余裕を持ってセールのパワーポイントを前に出せるわけよ。これがセールのパワーポイントの稼働範囲を広げるってことなんだよね。これが分かると、 世界で戦えると私は思うんですよこれはだからねトップターンもかトップターンにも限らずボトムターンでもそうだしフォワードループもそうだよね全然多分変わってきますよねこうなるとねだからこれが性能パワーポイント今ね超一流っていうのは性能パワーポイントと、えー、ボードのポイントと体のポイントをねうまくずらしてうまくやってるんですよねうまくやってるからそのテクニックを身につけてるんですよ だからこれがね、私がちょっと言いたいことなんだよね、せっかくだからもったいないよと、そこを知ってるか知らないかだけだから、結局は。たぶんね、知ればすぐ使えるんですよ、こんなの。知るか知らなかたんですよ。たぶん世界で通用するかしないか,、まああの知るか知ら、知るか知らないかだけなんですよ、その。で昔で言うと、ロビー・ナッシュがずっと世界チャンピオンで、ねまあ、ウィンドサーフィン創世期ですよね、世界チャンピオンでさカ、カリスマでさ、神様って呼ばれたっていうのは、あれはただ知ってたんですよ。 知ってただけ。他の人が知ったら、ね、その後どん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 日にちがたって年月がたつと知ってくるわけじゃん。そうすると、今度はチャンピオンが変わるわけね。そら知っちゃったから。で、その今度のチャンピオンすつら、知ってるんですよ。じゃあ、ウェーブでリーバー・サイバーがチャンピオンになりました。つったら、フォアレイキジャイブを知ったんですよ。新行風を入れてやるってことは、ノーマルジャイブは新興封入れて知ったんですよ。だからチャンピオンですよ。知ったんですよ。 これは知るか知らないから。ただ単純にそう。うん。才能があるかないかっていうことは置いといて知るか知らないからさ。そのテクニックを。それを使えるから。だからこれはね、だからすげえ簡単でさ。超一流のさっきの3枚の写真あるじゃん。あれを見て形で、あこの形だ。よく見てさ。あれをさ、一日中見せたらわかるんだよね。っていう話なんですよ。ということ。 <laughs> そういうことです。えー、以上ですね。ね、えー、この3枚の写真をね、これをね、よくね、よく見てください、いろんなとこ膝とかさ、まあ、だからマストでというのはね、今回、ポイントとしてお話ししたんだけど、膝の向きとかさ、セールのパワーポイントがどこにあるとかさ、そういうことをしっかり見とね、いろんなことが見えてくる、うん、ということになります、えー、今回はね、えー、以上です。 これをね、分かって理解してもらって使っていきましょうという話なんですね。まあ、だからまあ、基本的にはこの、ほら、3点の合わせ方ですよね。合わせる。それを、えー、合わせることができたらずらすというね。で、いかにどうやってずらすかということで、だから多分知ったあなたは、多分、これを練習さえすればですよ。ね。全然変わっちゃうって話なんですよ。うん。で、これね、えー、マストで話すことによって、ジャイブなんかで言うと、 これははは話すっってていうのは私はずっと教えてたんだけどね、うん、そこで話すことによってブームエンドの下げ方とかさ上げ方が多少これは変わってくるんだよね今までと全く同じじゃダメなんですよねこれフォアレイキに関しては私すげえ話して持つんだけどもねで出し方としてねこれはブームエンド下げるからできてこれ上げるとできないっていろんな方法なんですよこれも全部形なんですよ持った時には下げるとかさ、うん、でいろんな話るんです でこれ前傾コンバージョンでグって前を持ってきてとかっていう時にも、まあ、いろんなだから多分それは見れば分かりますそこを持った時に体の前傾コンバージョンでどこを持つとかね体の位置がどこに来るかとか全部分かってるでブームをどのくらい下げるかっていうの多分すぐ分かると思いますこれ3点を合わせるずらすっていうことをねしっかりと考えれば分かりますだから性能のパワーポイント見るポイント性能のパワーポイント体のポイントボードのポイントこの3つをしっかりとつなげるように見ていけば全てが分かってきます 以上でした。